いつもご覧いただきありがとうございます今回もドジャース大谷翔平投手山本義信投手の最新情報をご紹介いたします大谷翔平が出なくても強すぎるドジャースオープン戦初戦でパドレスに14対1と対象メジャーリーグは22日日本時間23日3月の20日 21日に韓国ソウルで対戦するドジャースとパドレスが3 9球団の中で一足先にオープン戦をスタートドジャースが14対1の対勝で初戦を飾ったドジャースは初回相手先発の立ち上がりに新加入のテオスカー・ヘルナンデスがエンタイトル二塁打で2点を先制続くクリス・ウォーイングスも2点タイムリーエンタイトル二塁打さらにケビン・パドロの左越えツーランなどで8点を先取した 3回に登板したパドレス松井裕樹投手から3者連続三振を奪われるなどその後一旦は試合が落ち着いたが8対1で迎えた6回に再びビッグイニング到来4本のタイムリーで6点を奪い14対1と突き放したこの日のドジャースは1番ムーキー・ベッツ4番テオスカー・ヘルナンデス6番ギャビン・ラックスら一部の主力がスタメン出場パドレス先発ジョー・マスグローブと2番手ローウェンの大乱調もあったが 長打タイムリーをを絡めて得点を積み重ねた大谷翔平フレディ・フリーマンらが不在でも昨季100勝のナショナルリーグ西地区王者はあまりにも強かったフルメンバーだとどれだけの破壊力になるのか期待はさらに高まったベッツが驚いた大谷翔平の3つの要素敵から味方に彼の大きさを感じるドジャースのムーキー・ベッツ外野手がチームメートとなった大谷翔平投手の能力について改めて絶賛した。 ピッチング、バッティングはもちろん、野手としてのスピードも9回では上位に位置しており、すべてに驚いていると話した。ベッツは22日、日本時間23日、パドレスとのオープン戦に1番2塁で出場、1打数無安打2四球で交代した。試合中にベンチで地元放送局スポーツネット LA のインタビューに応じたベッツは、大谷について問われ、すべてに驚いている。去年まで 塁上でしか見れなかったけどチームメートになって隣に立つことが多い彼の大きさ速さ強さを感じると共にグラウンドに立って感じたことを打ち明けた2022年には本塁打ランキング上位20選手の中で一塁到達タイムの平均がトップの4秒09を記録するなど長打力だけでなくスピードも兼ね備えているオフには右肘手術の影響もあってかスプリントなどの下半身トレーニングを積み重ねている キャンプでは13日同14日には約48分をかけて走塁練習を実施リードの幅からスタートの切り方起類などを再確認していた昨季は44本塁打でアメリカンリーグ本塁打王に輝く裏で20盗塁を記録今季は野手専念で盗塁数も増えるのだろうかドジャース大谷翔平3月20日開幕戦へノルマ50打席のうちもう10打席消化 ビジョンも僕的には含まれるドジャース大谷翔平投手が21日日本時間22日米アリゾナ州グレンデールのキャンプで2度目のライブ BP 実戦形式の打撃練習に臨んだフォアボールと二塁ゴロだったがデーブ・ロバーツ監督が3月20日の韓国ソウルで行われる開幕パドレス戦出場のノルマに設定した50打席に向け順調に打席数を消化し 十分に間に合うと自信を口にした怖さはもうなかった練習後の笑顔が大谷の順調な調整を物語っていた19日に続きコンキャンプ2度目のライブ BP ベッツフリーマンらと同組で2打席に立ちフォアボールと2塁ゴロだった1スイングのみで前回に続く連発はならなかったが好感触が残ったロバーツ監督からはシーズンへの準備は50打席が必要と 3月20日の開幕戦出場へのノルマを設定されたライブ BP やオープン戦で打席数を急ピッチで増やしていくかに思われたが大谷は「ビジョン」も目的に含まれていると説明した「ビジョン」とは室内にある投手の映像付き最先端打撃マシン「トラジェクトアーク」「ライブ BP」後に5打席立ったというライブ BP はここまで5打席だが「ビジョン」を含めれば最低でも10打席を消化済み ドーマシンは報道陣が立ち入れない場所にありすでに計11打席以上に上る可能性が高い現在のペースなら開幕前の50打席到達は確実で大谷も3月20日にロックオンした十分開幕に間に合うと思うオープン戦に出てみて全く問題なければトータルで50打席はすぐに行く18年10月に右ひじのトミー・ジョン手術を受けた際は2019年の開幕に間に合わず 出場は5月だった経験を生かして調整しておりスケジュール通りより感覚はいいというのはすごいいいことと実感を込めた早ければ2月中のオープン戦に出場する可能性もある計画通りを強調しながらも安心しているところは多少あるかなと本音も漏らした大谷50打席のノルマクリアが見通せたことで開幕に間に合うか否かより開幕からどのような活躍をするかに注目が集まりそうだ 山本由伸 VS 大谷翔平の夢対決は実現せず予定表では対戦予定も打者10人から6奪三振ドジャース山本由伸投手が今キャンプ2度目のライブ BP 実戦形式の打撃練習に登板した報道陣などに公開された予定表には大谷翔平投手と対戦することになっていたが実現はしなかった山本は打者10人と対戦し無安打6奪三振の好投だった 山本と大谷は山本のルーキーイヤーで大谷が日本ハム最終年だった17年9月26日に対戦3打席で対戦し三振センター犠牲フライセンター前ヒットの2打数1安打だった7年ぶりの対決に期待がかかったが大谷が打席に入らず対戦はお預けになった山本は17日同18日にコンキャンプで初めてライブ BP で登板ムーキー・ベッツ内野手 フレディ・フリーマン内野手ら主力選手を中心に述べ7人と対戦し28球を投げて許した安打性の当たりは1本だけで3つの三振も奪ったベッツからは空振りを奪いフリーマンは見逃し三振で抑えしっかり集中して投げられましたしバッターと対戦する感覚だったりしっかり確認できたと思う85点くらい思ったよりも良かったですと納得していた山本は3月20 21日に韓国で行われるパドレスとの開幕シリーズでメジャーデビューする予定次回はオープン戦に登板する予定で順調に調整を進めている練習後にブルペンで山本の球を受けたディエゴ・カルタヤが山本の投球練習についてコメントしたカルタヤ捕手インタビュー山本の投球についてとても良かったです直球カーブスプリットを混ぜた外角と内角への請球が素晴らしいです とても素晴らしい投球でした投球練習の前に話していたが山本投手が何を課題にしているかを確認してました直球の球速はどれくらい出ていたかわからないです山本選手は請球を確かめながら投げていましたどうのように意思疎通を取っているのか山本はとても良い人ですチームメートと関係を築こうと努力しています通訳さんを通して話していますがとても話しやすい人です 加入から2ヶ月経っても現実味がない大谷翔平の存在にドドドジャース同僚はドキドキ大谷がドジャースにいることに現実味がないと多くの選手が感じているという大谷翔平投手のドジャース入団から2ヶ月以上が過ぎたドジャースのキャンプ地には過去に例がないほどのファンや報道陣が訪れ大谷フィーバーが沸き起こっているだが多くの選手がまだ現実味がないと話しているという。 スーパースターとの共闘に実感がわかないようだ。地元メディアドジャースネーションのダグマッケイン記者は自身の X 旧 Twitter に、今日私が話をした多くの選手は、小平大谷がドジャースのクラブハウスにいることがまだ現実味がないと言っていたと綴った。昨年まで在籍したエンゼルスで2021年と2023年に MVP に輝き、昨年はホームラン王のタイトルを獲得した。 唯一無二の投打二刀流として活躍し10年総額7億ドル約1,052億円で加入したスター多くの選手にとって雲の上の存在なのかもしれないファンは10月に彼らがトロフィーを掲げる時現実味が出るだろうとコメントを寄せている超人的な活躍を続けている大谷打者に専念する今季はどんな成績を残すだろうかドジャースだからこそ大谷 異例の囲み取材、練習中の対応はエンゼルス時代になかった光景大谷が2度目のライブ BP を終えて約20分後クラブハウスがメディアに開かれた広報に会見の有無を聞くと翔平は話さないという返答だったただすぐにドジャース担当の米メディアが数人「大谷のロッカー前に立っていることに気づいたまさかな?」と思っていると本人がロッカーに戻ってきたタイミングで突撃。 球団広報が慌てて駆け寄り急遽囲み取材が始まった練習中の取材対応はエンゼルス時代にはなかった光景だったエンゼルス時代の大谷は二刀流で多忙であり球団の忖度や代理人の意向などにより取材対応が年々減少昨期は当番日限定だった昨期のエグンではコーチへの取材まで禁止されたデーブ・ロバーツ監督はメディア対応も仕事の一部と指摘する そのの先にファンの存在があることを認識するからだこの日大谷は取材を受けたくなければクラブハウスに戻らないこともできただが戻ってきたキャンプインから13日目で3度目の取材対応約6分間と簡潔ながら内容は濃密だった報道陣だけでなく大谷にとっても球団候補が設定した大がかりな会見ではなかったことに価値があったのではないだろうか デーブ・ロバーツ監督は現役時代にジャイアンツでバリー・ボンズと同僚だった通算本塁打記録の更新が期待された2007年現場に報道陣が殺到したがボンズは大のメディア嫌い私は多くの質問に答えないといけなかったロバーツ監督は当時を苦笑いで振り返ったがボンズに代わって話さないといけないというのはかなり酷だっただろうチームの雰囲気が悪くなるのは必然 同年のジャイアンツはボンズとチームメートに不和がささやかれ、竹首位から19ゲーム差のントツ最下位に沈んだ。大谷は10年総額7億ドル、約1,050億円のメジャー史上最高額でドジャース入り、メジャーの看板選手となった今は、たとえ負け試合でも代表してコメントを求められるケースが出てくるだろう。昨季までのエンゼルスではマイク・トラウトがその役目だった。多くのファンが大谷をもっと知りたいと思うのは当然で。 現場にはメディア殺到実際にドジャースが取材規制をかけている中でも連日100人近くのメディアがキャンプ取材に来ているドジャースは全米で12を争う人気球団だ勝つことはもちろんロバーツ監督はメディア対応も仕事の一部だと指摘しているこの日のようなメディア対応がこれから大谷のベーシックになっていくのだろうか大谷翔平も爆笑 美人レポーターが激走取材・ベッツと対決・豪快ルール違反でも素敵大谷翔平投手の所属するドジャースをカバーする地元放送局スポーツネット LA の美人リポーターキルステン・ワトソンさんの激走が話題になっている主砲のムーキー・ベッツ外野手とダッシュ対決・ライフライングに思わず大谷も爆笑していたワトソンさんは2022年から同局のレポーターとしてドジャースを担当。 ミスフロリダに出場経験もあり1 8 5センチの長身でコロンビア大時代には全米体育協会 NCAA ディビジョン1に属するバレーボール部でもプレーした元アスリートだ21日日本時間22日のスプリングトレーニングではワトソンさん自らベッツとダッシュ対決する場面もしかしベッツより1秒近く先にスタートする豪快なフライングを見せていた最終的にはベッツと同じくらいでゴールしていた SNS にはワトソンさんの突撃取材が話題に「こんなところも好き」「フライングしてもさすが元バレーボール選手」「体を張ったリポートだなさすが元アスリートや素敵とコメントが寄せられていた「大谷翔平のパンツが透けている」と米紙が話題に「MLB 新ユニフォームズボンの生地が薄すぎると批判も」「MLB では今季新ユニフォームのデザインがひどいと選手から不満が噴出しているが今度はパンツ」 ズボンの生地がが薄すぎると批判が出たドジャースをはじめとする複数の球団が21日日本時間22日フォトデーを行い選手が試合用のユニフォーム上下を着用し写真を撮影大谷もさまざまなポーズをとって写真に収まった21日付のニューヨーク・ポスト電子版は「翔平大谷のパンツで新ユニフォームの失敗が浮き彫りに」のタイトルで記事を掲載「フォトデーの大谷の写真を紹介し」 初めてフルにドジャースのユニフォームを着た大谷だがパンツが透けているように見えると指摘確かにユニフォームの上着をズボンの中に入れている状態がはっきりわかるよう映っている記事はもし透けて見えるのがこれだけだったらアングルが悪かっただけと片付けられるがとしながらマリナーズでも同じようにズボンの透け具合が話題になっていると紹介今期のユニフォームについては選手会のトニー・クラーク専務理事も不満を表明しており 開幕までに改善さされれるるか注目されている最後までご覧いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録・高評価をよろしくお願いいたします。